皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。そして堤啓志郎です。というわけで今回の企画に入っていく前に、まずねちょっと啓志郎に聞きたいことがあって、もう俺たちが出会って1ヶ月くらい経つんかな、入ったその楽天だったりワーワーだったりなんかもう入ろうかなって話をしとった記憶あるけど、まあ、お前入ってないんかいみたいなとこ入ったと思うけど、まあ、実際入ってないです。あ、入ってないまだ。これね、俺責任を感じ取ってこんだけ NBA のことを語っとる人と出会ってね1ヶ月経ってまだ入ってないって、ちょっと俺の影響力のなさの痛感しとって、もうちょっと言えばよかったなと思っとって、だから今回の企画はちょっとね、そんな啓志郎が、あ、もうこれはもう今日帰ってもう入ろうって思わせるようなね、そういったプレゼンをちょっとやっていきたいなと思ってて、やらせてもらっていいですか？もちろんです。でもちょっとね、だから俺の性格上1試合見れないっていうところがちょっとあって、あ、ちょっとハイライトよりとか、いろんな情報は得てるけど、あ、なるほどね。そう、うん、1試合は見ない。そして 楽天のあれが、値段が上がりやがった。上がりやがった、上がりやがった、まあ、それはあるよ、それはちょっとあるし。でもまだまだ今のところ、あの入会レベル0、100やったら今ちょっとこう50ぐらい。ぜひお願いします。まずじゃあ1つ目、ちょっとキャラ、まあ、何でもそのスラムダンクでも、まあやれワンピースでもそうやけどさ、もうずっとその、じゃあ例えば湘北と陵南がずっと試合をやっていくってよりも、やっぱりもう後から海南が出てきて、昭陽が出てきて、昭陽が出てきて、山王が出てきて、新しいキャラが出てきて、あの沢北が出てきて、うわーって盛り上がってみんな飛びつくわけであって、まあ何でもさ、新しいキャラっていうのはね、その人の注目を集めるためにかなり重要な要素だと自分は思ってて、だから今回はちょっとその、そういった意味で新しい啓志郎が知らなさそうなキャラでちょっと、あ、欲しい、こいつがいるんだったらちょっと試合フルで見たいかもって思わせるような、ちょっと選手を何人かね、俺がちょっと厳選してるんで、楽しみ。要はまさにユーロ時代、うんうんうん、機能性があって動けるでかいやつが今ちょっと増えてきてるっていうか、その NBA ではそのもう使われてきていると。確かに、その動けるビッグマンタイプということで、俺が今回ちょっと紹介していきたい選手が何人かいまして、まず1人目がオクラホマのビッグマン、チェット・ホルムグレン。知ってます、知ってます。もちろんこれは知っとるんやけど、彼は2年目なよね、まだね、 NBA で。 なんでそれで今注目され始めてるのかというと、彼1年目怪我しちゃって、そうね、出てない、出れんかったんよ、ね、うん、サイズはどんぐらい？彼の身長は2メートル16センチ、セブンフッターでかい、セブンフッター以上、余裕でセブンフッター以上、ね、でもその一方で体重が88キロ、めちゃくちゃカリカリ、ちょっと少なめ、まあそこが弱点ではあるけど彼が面白いのはやっぱりこの身長にもかかわらずなかなか動ける、シュートを打てる、そういったところが見ててあんまりその他にないパターンの選手だから、まあ、これはちょっと見てて他になかなか見ないようなこの感覚をね覚えるんじゃないかなということで、あとブロックもうまいね。ただみんな大きいからブロックができるとかではなくて、やっぱり彼はそのタイミングの取り方だったりとかうまい、だからそういった意味でなんかそのディフェンスの部分でも見ててちょっと注目もできるし、オフェンスにおいてもそのシュートも打てて周りも見えていて、バスケ IQ も高くて、まあだからそういった意味で、まあ彼は今自分が注目しているビッグマンの一人だということで、でやっぱり彼もね昨シーズンは出なかったから今回はルーキー扱いで、でまあ今シーズンはね、あのウェンバンヤマがおるんやけど、今のところこのルーキーオブザイヤーのそのレースでも彼が今の1番、はい、1位なの、1位、だからそれほど彼がやはり今注目をされてるということで、今のスタッツを一応見ておくと、平均得点が 17.6 点、平均リバウンド8本、平均アシスト 2.6 本、まあ、だからアシストあれなんやけど、やっぱりもうある程度の得点とリバウンドは取れてると、で平均ブロックが 2.2 本、シュートの成功率が 53.1、スリーが 39.5、 ここでかいよね、でかいね、39ですよね、ビッグマンで 39.5、 すごい、これはでかいと思うし、フリースローも 86.5、 だからまあこれぐらい、こうしてみるとすごいよね、すごい普通のシュートはまあ2本に1本以上入っとって、スリーポイントまま40% 近く入ってて、で 2m20 ぐらいあるんだっけ、そうそう、この身長があって、21歳、まあ、体重はちょっと少ないけど、まあ、こういった選手見てみても
面白いんじゃないかと。確かに確かに。慶志郎さん。オッケー。今確かにこの選手は知ってたけど、うん、今よく詳しく知れて、うん、ちょっと注目したいなと思いますね。わかりました。今50から 60% 少し上がった。入会レベルが。入会レベルがね。わかりました。で今ちょっとまあビッグマンが注目されてるということ でもう一人俺が今ちょっと推してる選手がいて、それはなんとヒューストンロケッツのビッグマンアルペレン・シェングン。わあ、知らん。あ、名前は聞いたことある。名前聞いたことある。でもそんなに彼も注目されてるってことではない。この選手も結構な何年目だ ?3 年目とか。そう、3年目。3年目で、まあ彼はその1年目、2年目もまあまあやってないけど、今シーズンが本当になんかこう注目されてて、っていうのはもう結構そのオフェンスで、花がもうようやく開き始めてきている、で彼の特徴が何かというと、結構彼もこのあのニコラ・ヨキッチと比較をされていて、プレーメーカーとしての素質、そう、それは全く周りが見えてる。だからそこがちょっと見てて面白い。彼は結構その結構ゴールしてノールックとかで周りが見とって、もうこんな後ろでポンって出したりして、へえ、すごい的確。わ、ちょっと見たい。今のめちゃくちゃナイスポイント。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 トルコ出身ね。トルコ出身で、だからちょっと彼もユーロ時代、ユーロ時代、要はユーロ時代っていうことで、身長も2メートル11センチ。で、彼は体重がさっきと違って110キロ。あ、まあ、マジで？ごつい。で、まあ、その、まあ、身長もあって、体重もあるから、まあまあ、その、押され負けしにくいし、うんうん、で、彼も、その、まあ、彼のもう一つの注目ポイントは、ダンク。ジャンプ力が、ブレイクグリフみたいにあるとかではないんやけど、多分ね、多分彼、ボールをしっかり掴めとるけんね、結構、その、いい感じで、かっこいい、力強いダンクが、ポーンって、その、ポスター系とかで決まりやすい。マジで、うん、ちょっと、本当知らんけん、これはもう、ちょっとこれは注目してほしいね。だからで、まあ本当にで、まあなんだかんだ言ってスリーポイントも打てる。今シーズンもまだたったの17試合だけど、スリーポイントは一応3割を超えてて、まあビッグマンにしては入っとる方よね。ビッグマンで3割超えるってすごくない？うん、打てるだけでもすごいと思うんやけど、まあこれでまあスリーも打てて、パスセンスもあって、で、あとポストプレー、あ、そうそう、ポスト、これ一番ポストプレーがむっちゃうまい。もう今のはこれもうスーパーナイスポイント。俺ポストプレー見るのめっちゃ好き。あ、そう。めちゃくちゃ好き。ピボットとかフットワークとか。フットワーク見るの好き。ロケッツやしね。ドリームシェイク、やっぱドリームシェイクのチーム、まあそっちまたそっち行こうとして。まだそうロケッツでまあドリームシェイクしてくれたらいいね。もうだから本当にそういった意味でアルペレンシェン軍大注目で、しかもシェン軍ロケッツっていうチームがね、もう昨シーズンまでも本当最下位を争うとかもそういうレベルやったんやけど、もうこのダンクシュートが出してる選手名鑑でも総合評価は D、うん、D クラス、 D クラスでもね、今シーズンからこのイーメウドカっていうヘッドコーチが入ってきて、彼はあのセルティックスでね、一回そのあのチームを当時就任1年目でファイナルまで連れていった実績があって、でもその後ちょっといろいろ女性関係で球団内で発生してしまって、知っとる？知らない。なんかちょっとまあちょっと やってはいけないことをやってしまって追い出されちゃって、でもそういうことをやっちゃったから、なかなかやっぱりもその実績はあるわけであって、だからもう当時もやっぱりその当時のあのセルティックスの選手たちが武道館帰ってきてくれって言おったけど、でもやっぱりそういうことをやっちゃった手前ね、ボストンセルティックスもあれだけ の名門チームで、もう戻って来なさいよと簡単に言えなかったということで、ずっと彼もフリーエージェントで、で最近やっとロケッツがうちが取りますよと、これを大成功、大成功した、チッてはまって、今シーズンのロケッツ、やっぱ昨シーズンがもう最下位とかそんなレベルでそんなに注目されてなかったから、今ロケッツは今現在はそんなに勝ててないけど、もう間違いなく昨シーズンよりは勝ってて、これからみたいな、もうこれからみたいなチームで、若手のこのジェイレン・グリーンだったり、新しく入ってきたこのネディロン・ブルックスであったりディフェンス・バッチリ、あとフレッド・バンブリートもね、ちょっと高い契約やったけど彼もガッチリハマっとって、あで彼が入ってきたことによってこのアルペレン・シェン軍とすっごい相性がいい、どこの相性がいいか、それはどうかというとピカドロール。ピカドロール。すっごいここのお互いの息が合っとって、もうこれまでの彼がその開花してなかった才能が彼が来たことによってさらに生きてるっていう感じで、まあ、それも見とって面白いし、すごいね。こんな彼をちょっとめちゃくちゃいい情報。いいと思います。ありがとうよし。はい。今65から70いきました。70いきました。オッケー。彼だけで。彼だけで。じゃあもう少し、もう一人だけちょっと選手を紹介して、俺がちょっと昨日もねこのことはちょっと動画で話したばっかりなんやけど。
タイリース・ハリバートン。うん、知ってますか？知らん。うそ！顔見して。タイリース・ハリバートン知らないって今言ってる人がいると、インディアナ・ペーサーズのエース、タイリース・ハリバートンです。顔は赤だ。彼はね、ちょっとね、もう軽くもうざっと経歴を紹介すると、うん、最初ドラフト12位でサクラメントキングスに入ってきて、すっごい良かったんや、うん、あのディアロン・フォークスのバックコードコンビですっごい良くて、もうこれから将来有望やねって言われとったんやけど、キングスだよね、あのサボニスとのトレードで、でペーサーズにやってて、まあ、あの再建やってたペーサーズにやってて、ペーサーズごめん、誰があるのかちょっとごめん、もうロケツと同じでもすごい、だからもう再建やってたってことでもうおらん、そんなにもうその選手が ね、だからそんなところにやってきて、でも彼はもうじゃあ再建していく中でそこのトップとしてやってくださいよと、はいはい、ペーサーズもそれはもう公言しとって、もうそういった感じで彼も連れてこられて、タイレス・ハリバートン、もう彼もう何がすごいかっていうと、ケイシロウに一つ聞きたいんやけど、うん、最近のポイントガード、この前も言おったけどさ、うんうん、俺が行く俺が行って得点を取って得点を取って、うんうん、そんな人が多いやんか、うんうん、でも多分ケイシロウが好きなタイプのポイントガードは最初はパス重視で、パスがなかったらまあ行こうかなみたいな、クリス・ポール系の、うん、そういうポイントガード今少なくなってきとるやんか。確かに彼はその手、すごくそのまずは味方を生かそうとする。でもペーサーズというチームだから誰が必然的に彼がね打つパターンが多くなってくるから、まあ彼の得点も伸びてくるんやけど、彼は本当にそのパスがうまい、よく見えてる、そのファンシーなパスはせんよそんなに、でも本当にそのもう絶妙なところにパスを通すのが本当にうまい、アシスト能力よく見えている、スペーシングがうまい、相手が離れたら速攻打ってくる、でそのシュートフォームも注目、シュートフォームが結構独特で好きな、なんでこれで入るのって、あちょっと違うてな感じで、今ねケイシロウにこのタイレス・ハリバートンのシュートフォームを見てもらっとるんやけど、うん、独特やろ、独特で、これ見る人が見たらさ、いやいやいやって言われることもあると思う、うん、でもケイシロウ彼はなんとこのシュートフォームで今のところ今シーズンなんと平均シュートの成功率 52.1%、 スリーポイントの成功率 44.7%、 フリースロー 88.1%、 やばいね、高いでしょ、シュートうまいんだ、ガードでこの 52.1% のシュート入れてる、すごいね、それってセンターじゃないもんね、センターじゃない、でもスリーポイントもほぼほぼ 45% だから、みんながくっついてきて、くっつけばいいってもんじゃない、ちゃんとした判断ができるから、ドライブをそういう時もさっきも言ったように、さっきと同じ話で、うん、くっつかれたらドライブもしていって、フローターも前からこの成功率が残してるわけであって、でしかもこの平均得点 26.9 点、現代のこのスタッツを稼ぎやすいと言われている NBA とはいえど27得点、すごいね、でしかもこれでこれだけあったら、あいつも通りの最近見る点を取れるポイントガードでしょと、まあ、そこで話が終わりそうなんですけど、確かにそれ言ってたね、そこで終わらないのがタイレス・ハリバートン、さっきも言ったようにパスができると、今シーズンの平均アシストなんとリーグで今のところダントツの 11.9 本、で1位、うわすごいね、うん、やっぱちょっとそれはもうぜひ見たいね、だから彼はその本当さっきも言ったようにアシストをかなり意識していて、でも 見とったら分かると思うけど、もう自分から行こうっていうかじゃなくて、もう最初からもう相手を見つけようとしておる、もうそれを多分一番に考えてると思う、頭の中で最初周りを生かして一番いい方法を見つけようとしておる、コート上でいつもね、プレーメーカーとして、ね、でそれを意識しとって最終的に自分も点は取れると、そうなかなか見らんや、他の人見たって分かるやん、みんなもう自分でジャーマラント自分でって、もうなんかもう、まあ、それが悪いとは言わんないけど、まあ、この人はこの選手は特に、まあうん、もうチームファーストじゃないけど、まあ、みんなチームファーストやと思うけど、まあ、特にそのちょっとアシスト最初いけるところで行って、あ無理やったら自分で打つか攻めるか、うん、フローターを打つか、そういったマインドセットでやってると思うから、それがこのスタッツに表れてますよと、うんうんうん、だからこれちょっと見とって面白い、そのシュートフォームも含めて独特、そうね、ちょっと注目、うん、まあちょろっと見たことあったけど、うん、そんなにそういうさっき吉が言った補足でパスとかっていう考えの選手っていうので魅力がすごい増した、うんうん、ではまあそんだけそのボール持たされとってもうプレーメーカー的なことを任されとるけど、うん、もうターンオーバーも少ない、ミスが少ない印象、ちょっとじゃあ現代に見ないポイントガードという形で、少し前のクリス・ポール、まあ、今もやけどクリス・ポールに近い感じかな、クリス・ポールも結構パス重視やんか、そうね、うん、まあ、トリプルダブル、まあ、自分で行くとかではなくて、このペーサーズさっき言わんかったけど、もうオフェンスレーティングが今シーズン1位 NBA、 ディフェンスは弱いんや、
そうなんだ、うん、ディフェンスがまあケツから3番目ぐらいで、でもオフェンスはダントツの1位なのレーティングは。もうそれこそあのケイシロが大好きなスラムダンクの豊玉にありさ、ダン&ガン、ね、オフェンスばっかりやってますよと。まあ、まさにじゃあちょっと見たい、めちゃくちゃ。いや今ちょっと今の聞いてめちゃくちゃ、最初の2人はなんとなく予想はつくけど、彼は本当に見たい。さらにやっぱ同じポジションっていうところで、めちゃくちゃでかいわけじゃないしね、3メーターぐらいでもでかい。はい、ってな感じで今回はこんな感じで以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。